準備はもう大丈夫。そうか。ここね。ああ。そっか。本当に。ありがとう。それは。うん。また。きっと。
すまない。いや。そうか。あの、お前、え、いや、そういえば、あ何？別に。何よ！なぜ？なあ。もう。あいつは、え、うち、そうか。うち、なぜだ？やはり。やめろ。いいか。なぜリンネを狙う？立ちはだかるなら倒すだけです。お願い、カガチ。やっちゃうよ。さあ、押してまいる。リーヤ、射撃ならお任せ。無理はしないで。刀の錆になりたいのかしら。無理、回復できれば。頼むぞ。やれるわ。見つかえるわ。逃がさない。切り札を使う。封印を解く。いたずらくいけ。立て直す。崩す。やれるわ。逃がさない。これからが本番よ。頼むぞ。
削る。逃がさない。迷わずに行けるといいがな。私は何も守れなかった。なぜリンネをね、立ちはだかるなら倒すだけです。お願い、カガチ。私の剣さん、ご覧に入れるわ。無理するところじゃないわ。回復できれば潔く行け。やると本気が出せる。突っ込め。これからが本番だ。人たちの魂を込め。突っ込め。削る。頼むぞ。潔く行け。癒やし光を使う。逃がさない。なぜリンネを狙う。立ちはだかるなら倒すだけです。お願い、ご覧に入れる。頼むぞ。やれるわ。早く回復しよう。癒やし光を使う。人の真の力が引き出せ。切り込む。これ以上は危険。切り札。疲れるわ。私は何も守れなかった。なぜリンネを狙う。立ちはだかるなら倒すだけです。
刀の詐欺になりたいのかしら。急ぎよく行け。崩す。頼むぞ。切り込め。回復できれば。だが、きっと。それで？いや、だが、しかしな。当てはある。俺は。そうか。頼む。次はどこに行くの？
いつものように学術と医学の提供とその見返りに資金提供をという話がもたらされた。今思えば違和感はあった。援助される資金が莫大すぎたのだ。世界一と言っても過言ではないほどの大国からの要請が僕らから冷静さを奪っていたのかもしれない。大国の研究機関への出向を命ぜられた人の中には僕の兄もいた。年齢的にも経験的にも未熟だった僕は居残りだった。兄たちが旅立ってから数ヶ月が過ぎ、契約期間が終わっても兄たちは戻らなかった。不安があったわけではなかった。ただ羨ましい気持ちや嫉妬心から自分の気持ちを抑えられなくなっていた。そしてとうとう僕は一人キャラバンを抜け出した。国を持つということに強い憧れがあった僕は、国というものをどうしても知りたかった。肌で感じたかった。道中の苦難を乗り越え、僕は兄たちが出航している大国へとたどり着いた。ここなら安全。戦いばかりじゃ疲れるもの。はもう大丈夫。ごめんね。うん。あのね。いや。ねえ。だが、え？お前は、うん。なら、ありがとう。魔物がいる。気をつけて。
気を感じる。思い主を倒せれば。鬼人の真の力が開く。力を貸せ。マユラの意志。無理はしないで。はっ。気をつけて。はっ。思い主を倒せれば。迷わずに行けるといいがな。魔物がいる。気をつけて。切り込む。我が力、マユラ。
準備しよう。次はどこに行くの？見る！思いっきりやっちゃうよ。いざだ！我が力、マユラの思いと共に。共に戦おうぞ。気を感じる。はっ！気を感じる。はっ！切り札を使う。マイラの意志と共に。はっ！世界を変えるか。殺気を感じる。レベルアップだな。Yeah.
言え。お前、ああダメだ。なぜ。それ何。いや、そうですか。なあ、それは何。いえ、
実は そうか。それは。ねえ。ごめんね。ありがとうございます。よし。それは。準備しよう。準備はもう大丈夫？気を感じる。はっ！油断して無茶してダメだから。神龍と呼ばれたこの力を
気を感じる。無理だ。次はどこに行くの？魔物がいる。気をつけて。これで帰国ができる。世界を変えるか。別に。うん。ち。もう。何？世界を変えるか。お前はどうした？あの、うん、ねえ、お前。それは分かった。ありがとうございます。俺は行くとモリ。ち。世界を変えるか。殺気を感じる。
ありがとうございます。あれ、いや、そうですか。ああ、任せろ。ありがとうございます。わかった。迷い人がいる。助けてあげよう。